チュース。ピースオブケークの翔太です。さっさんです。今日も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。6月のマンスリー。はい。前回のマンスリー。はい。音楽教室なるものをやってみました。やりましたね。はい。で、その最後の時に翔太が曲作って歌ってみたいなのをやりましょうと言っていたので、はい、今月のマンスリーは、はい、翔太に曲を書かせます。展開早くないですか？いや、前回の続きいきなり来ます。なんか間挟まないですか？挟まないですよ。やばいですね。何も挟まないですよ。やばいですね。それなんで今日は軽く、私のポジションをスタジオみたいにしております。こんなね、こんなのもちょっと曲作るんか。今月ね、はい、5週あるんですよ。また4週だと思ってたら5週あったんですよ。あの、年に1月とかじゃないの5週って。わかんない。もう6月入った早々、何？6月入った早々、水曜日が訪れてるわけですよ、今日が、はい、6月は30日までしかないんですよ、はい、そのね、30日がね、水曜なんですよ。はい、うん、なんかね、アンラッキーな感じ。はい、うん、うん、あのさ、あの画面見てる人、何してんだこの人たちってなってるだろうけど、はい、ちょっと生地が柔らかいですね。うん、そうですね。それなので、ざっと言うと、はい、今週、はい、曲に関する打ち合わせというか、どんな曲を作るかとか、うん、まあ、楽曲制作をするときってね、そういうの結構あったりするんですよ。はい、うん、要はスタッフさんとアーティストさんの間でどういうの作るとか、そういうのがあったりもするんで、コンセプト決め、うん、で、2週目作曲してきます。はい、3週目、はい、詞を書いてもらいます。はい、4週目、ここはあの、私頑張んなきゃいけないんですけど、アレンジというのをちょっと皆さんに見ていただこうかなと。編曲ですね。編曲です。で、最後の5週目、歌ってるシーンを撮ったりするっていうと結構長くなって見てる方も飽きちゃうので、5週目に関しては、はい、まあ、その間に歌を撮って、ミュージックビデオではないですけど、はい、先日アップした清水翔太さんのあのレイジー、はい、清水翔太コラボチャレンジみたいなやつ、はい、あの時に挙げたレイジーみたいな、はい、まあ、歌ってるシーンだったりとかっていうのをもうちょっと作り込んで、もうあれ時間なかったからさ、あんまね、うん、はい、それなので、はい、ちょっと募集はね、それでやってみようかなと。まあ、それこそこの普段使ってる機材を使ってちょっといろいろやっていこうかなと思っております。わかりました。はい、ということで6月のマンスリー企画は翔太曲を作るの巻。早い早い、ペースが早い。で、告白って以前、翔太が辞めた時の動画、はいはい、まあ、辞めた理由に関してちょっと伝えさせていただいた動画があるんですけど、はい、で、2本目の方かな、そこで登録者1万人いったらオリジナル曲出しますよって言ってたんですよ、はい、そうですよね、うん、それに関しては、はい、あの、私が全責任を持って曲と詞を書くので、とりあえず音楽わかんなくてあの授業を受けただけでなんか作れちゃうんじゃねっていう企画です。はい、まあやってみましょうってやつですね、うん、そう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 、翔太がこんな鼻歌で歌ったのが、え、ちゃんと曲になるのみたいな、はい、なんかね、そんな感じでできればと。わかりました。思っております。はい、はい、頑張りましょう。それでは今週は企画会議ということで、それでは本編の方ご覧ください。ありがとうございました。いえいえ、何も始まっとらんかな。何も始まっとらんかな。はい、やっていきましょう。はい、まあね、今日は企画会議ということで、はい、まあ実際ね、ここにあるものね、今日使わないですよ。まあ会議ですから、ね、会議ですからね。はい、初期としてパソコンにデータじゃね、記録をちょっといろいろ残していこうかなと。はい、はい、まずね、アーティストさんが曲作る場合、はい、タイアップがあったりとかするわけですよ。はい、例えばドラマサイドからこういうリクエストが来てんだけどとか、こんな感じの曲書いてくれないと。まあ大概ね、あの有名どこの曲を言ってくるんですよ。こういう風に作ってってことですか？そうそうそう、はいはい、もう例えばなんか作曲家さんとかいるじゃん、はい、そういうところにさ、いや今回のコンセプトラルクアンシェルみたいな曲にしたいんだよね、ラルクアンシェル書いてよって、ラルクアンシェルに頼めって話じゃん。
まあそうですね、ここはラルク・アンシエルじゃないんだけどみたいな、どう掘っても出てきませんからね、あの人らじゃないから。それなんでそういう人はラルク・アンシエルっぽい曲を書くと大元のところとかさ、ちょっとラルクっぽくないよねみたいなことさ、それ無理だろう、ね、だからラルクじゃないんですみたいな、そういうやり取りがあるわけです、はい。ね、まあ、有名アーティストがタイアップだったりすると、はい、例えばオフィシャルヒゲダンディズムの方たちとかだったらさ、プリテンダーが売れたじゃん、プリテンダー、はい、だからさ、なんか今後話が行くときとかさ、はい、あー、なんかドラマのタイアップが来たんですけど、あのプリテンダーみたいにしてもらえませんか、いや、プリテンダーもう書いたしまあそうっす、うん、そういうのがね、結構ね、あったりするんです。あとはもう大御所の人だったら、いや、どんな曲でもいいんで書いてください、もうあなたたちの名前が使いたいんでみたいな、あ、まあね、ネームがね、ネーム力ですね、そうそうそう。でもそういう人たちってなんで売れてるかっていうと、一応そういうとこさ、ちゃんと答えていくからさ、はい、ドラマをちょっと効果的に盛り上げたりさ、ちゃんとしたものを作れるからさ、じゃあドラマの台本見せてください、あ、わかりました、わかりました、あ、じゃあこれでイメージさん書きますとかあるわけですよ、うん、なんかね、そういうタイアップとかっていう場合はやっぱ曲のコンセプトとかさ、はい、例えばなんか先方がアップテンポの曲求めてるのにバラードを書くわけいかないじゃん、うん、だからそういうのを踏まえていろいろ考えるわけです。それなんで歌に関して考え方としてね、はい、翔太がメインで歌って、はい、翔太がコーラスまで全部やって、このパッケージの中には翔太しかいませんよっていう曲にするとか、翔太がメイン歌います、サッサンがコーラス関係やります、翔太寄りなピースオブケイクな楽曲にするのか、極論で言っちゃうとゆずさんとか小袋さんみたいに2人でもうそれで歌っちゃうか、パッケージ的に考えられるのはそこなんですよ、はい、うん、アプローチをまずね、どこのアプローチにするか、その3パターンからってことですね、3パターンから考えられるのは3パターンかなっていう、うん、うん、まあでもなんか3番目の方がいいかもしれないですね、ゆずさんとか小袋さんみたいな感じで、あ、で将来的に出すときに、うん、まあ、一応勉強の場なんでここは、うん、将来的に出すときは、うん、サッサン全プロデュースのもと、はい、一人でチャレンジっていう、はい、でもいいんじゃないですか、あ、うん、あ、その曲、今回の曲もうまくいったら将来やるときにあの時の今回一人でセルフカバーしていますってこと、それも持っていけるじゃないですか、だから今回はあえて、いやそんなことはないですけど、いや普通に今ピースオブケークとしてやってるんで、これは、はい、ここはやっぱ二人で歌ってね、いい味を出していこうかなと、あ、3番目で、はい、じゃあ小袋さん、ゆずさん、はい、小袋パッケージで、小袋パッケージで、はい、小袋パッケージのメロディーが書けるのか、いえ、そこは違うじゃないですか風なんで、風っていうか、あの風、あの感じ、あ、はいはい、まあじゃあ方向性としてはそんな感じ、方向性で、はい、はい、忘れないように書いておきます、方向性、小袋パッケージ、小袋ほんまに書いたね、パッケージはい、まあ方向性はそれに決まりましたよ。そうですね、うん、曲のテンポ感どうする、テンポ感、まあ僕速いのダメじゃないですか、まあ速いのでもいいけど、あの、あなたがどんどん取り残されていく姿を見たくはない、そうですよね、うん、だからどっちかっていうと僕はどっちかっていうとラブソングとかそのバラード系の方が個人的にも好きなので、うん、ゆっくりな感じ、ね、はい、速さのイメージとしたら、まあ僕が知ってる EXILE さんの道とか、はい、ただ会いたくてとかその辺じゃないですか、あ、どんくらいだろうテンポ、もうちょい襲っていいと思う、それなんぼっすか、120です、それなんぼっすか、80です、ダラ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 みたいな、そういうことじゃないの、あ、でも80、90とかぐらいじゃないですか、多分イメージとしたら 90?90 って微妙、早いな、80だな、
ダダ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 ダ哒哒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 哒あ、1番のところに1番のサビも入ってるってことですね。そうそうそう、はい、1番があって2番か1番があってなんかイントロみたいなちょこっとしたのがあって2番があって感想があって、うん、最後もう1回サビが来て終わりクライマックスですね。そうそうそう、まあそれがね大体フルコーラスだったりする、はい、でもテレビサイズっていうのがあるんです。要は歌番組とか出る時に、うん、1番歌ってもう2番後の感想に行って最後サビ歌うみたいな。あー、よくありますね。テレビ M ステとかとかもそうですね。そう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 、テレビで歌う時って時間が限られちゃってるから、はい、そういうことになったりするんですよ。なるほどですね。それなんで今回は、まあ、詞の負担を考えても初めて、今まで詞を書いたことないでしょ。ないですね。だから初めてなのでその部分の負担を考えても、はい、テレビサイズ、はい、で作ってみようかな。わかりました。テレビサイズ、まあね、さっき翔太も言ってたけど1万人超えてさ、なんか活動していく中でさ、あの時の曲フルサイズで作ろうよっつったらさ、まあそこで作ってもいいし、はい、まあ一番分かりやすいやり方として、はい、小袋さんのバラードでよくあるパターンで言うと、黒田さんが全部バーって歌ってるとこに小渕さんがハモリでこう入ってきたりするわけです。うん、桜とかって黒田さんがずっと歌ってるじゃん、確か。大体そうですかね。歌い出しは小渕さんハモっててさ、そのパターンか、はい、つぼみみたいに A メロは小渕さんで、 B メロからサビに関しての主メロは黒田さんで、 B メロからのハモリに関してはもう小渕さんがいるみたいな。あ、うん、そのパターンでいくか、桜かつぼみかってことですね。そうそうそう、もう桜かつぼみかって両方とも花で感じに一文字なんだけどさつぼみパターンでいきますか。うん、こっちの方がなんか二人感を出せそうだなと思って、うん、じゃあまあなんとなしな方向性はそんな感じ、はい、まあ詞に関しては多分メロディーが出来上がってから考えた方がいいと思うんだけども、はい、うん、まあでも方向性としてはそんな感じ。はい、うん、だからまあ J-POP やるのであれば A メロ、B メロ、サビっていうベーシックなとこが一番わかりやすいのかなっていう、うん、ABC ですね、うん、あのさ、今時のなんか A メロ、B メロ、C メロ、サビみたいなさ、あのメロディーの展開で言うと、グレンゲ、グレンゲ、はいはいはい、うん、あれ多分ね、A メロ、B メロ、C メロサビなんですよ。あ、そうなんだ、うん、強くなれる理由を聞いた僕を連れて進めがサビ前だからあれ C なんだよ、多分。あ、そうそうそう、で、ダララララララ、最初そうや、ダラララが A メロじゃん、 B メロがダダレテレラララ、あ、そうやね、で、C でテレレ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 難しいんですよ。これはメロディー展開はどうなってるんだろうと思いながらさ、キョトンってなるパターンですよ。だまあ一番シンプルに分かりやすい A B C A B, A, B サビ、うん、はい、エイトさんのさ香水とかはさ A B サビだと思うんだよね。はい。タラララタラララがレーメロじゃん。
あ、ダダ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 別に君を求めてないけど、だから A、B サビだ。そうですね。一番そのパターンが分かりやすいと思うんで、はい、だからベーシックなサイズとして、サイズ感としては A、B サビ。だからメロディーは、3パターン考えるというか。はい。うん。A、B サビ。じゃあ、つぼみパターンでいくとしたら、オイラは A メロ書くから、ショウタンが B メロとサビ書く。メロディー。はい。はい。不安しかないっていう文字を顔に出すのやめてもらっていいですか？不安ですね。もうなんか、そんな感じでメロディー作っていけばいいんじゃないかな。はい。まあでもみんなに覚えてもらいやすい歌とか、うん、耳に残りやすいような感じの歌をちょっと作っていこうかなっていうのは思、うん、ありますよね。まあどんな曲ができるかは全く読めないです、うん、やってる本人も全く読めてませんから。なぜかっていうと翔太からどんなメロディーが出てくるのか一切想像がつかないんで、最後のミュージックビデオ風なとこまでたどり着けるかどうかっていう不安しかないんですけど、はい、今月のマンスリーが今までやってきた6回の中で一番不安。まあこの続きは来週曲作り早速取り掛かりますんでって言いながらも、実際はもうこの後すぐ撮るんで、すぐ作り始めるんで、まあこっちの気分的にはもう今どうなるかまあ本当わかんないんですけど、一回アイスでも食ってリセットしようか。うん、そうだな。うん、ということで来週どんな曲が出来上がるのか、はい、皆さん楽しみにしてください。本当に分からないんですけどやってみますということで、6月のマンスリーは1曲作り上げるということで、はい、頑張っていきますので、まあ立て続けにね5本見ていただければと思います。ということで今週も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございます。それでは次回の動画もぜひご覧ください。それではせーの、チャオ、バイバイ。今回も見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。今回の各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それではせーの、なおー。